奈良市のキリスト教会の山田泉です。今日は5月20日金曜日です。ご一緒に学びます聖書の箇所はゼカリア書4章の1から14節。テーマは神の働きはただ神の霊によってです。今日の聖書の箇所の中にゼカリアが何回も神様に質問している言葉が出てきます。主よ、これは何ですか？主よ、これは何ですか？って子供のように何回も聞いているところがあります。すると神様は、あなたはこれを知らないんですか？ってこう逆質問するような形で、知らないゼカリアを答えるんですね。ゼカリアはそのイエス様の神様の言葉に、私は知りませんって言います。そうすると神様が、それはねって教えてくださるところが今日の聖書の箇所です。私たちはゼカリアと一緒に私たちの知らない神様のことを教えていただきたいと願います。ゼカリア書4章1節から14節。私と話していた御使いが戻ってきて、私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ七つの管がついています。また、そのそばには二本のオリーブの木があり、一本はこの鉢の右に、他の一本はその左にあります。さらに私は、私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか？私と話していた御使いが答えて言った。あなたは、これらが何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。すると彼は、私に答えてこう言った。これは、ゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は、恵みあれ、これに恵みあれ、と叫びながら、頭石を運び出そう。ついで私に、次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼう。これらの七つは全地を行き巡る主の目である。私はまた彼に尋ねて言った。燭台の右左にあるこの二本のオリーブの木は何ですか？私は再び尋ねて言った。二本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの二本の枝は何ですか？すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだ。今日はゼカリアが見た5番目の幻の話です。彼が見た幻、
それは金の燭台、鉢、灯火皿、7つの管、そして2本のオリーブの木、そのまたオリーブの木が鉢の1本は右側の方に、もう1本は左側の方にというような、よくわけのわからない幻を見たよということが今日の聖書の箇所です。ゼカリアは何ですか、これはどういうことですかと率直に聞きます。私たちはもしかして知らないことを質問していないということはないでしょうか。あるいは知っているように思っているだけで、本当は知らないことに気がつかないでそのままになっていることがあるんではないでしょうか。罪のこと、愛するっていうこと、信じること、祈ること、今自分が置かれているその場所の意味のことなどなど、私たちは本当は神様にもっともっと問いかけることが大事なんではないでしょうか。愛することがよくわかりません、罪ってこれもそうですか、これはどうですか、もしかしてもっと神様に食い込んで聞かなければならないことがたくさんあるはずのように思います。祈りにおいて、聖書において、また周りの人たちを用いて、神様はそんなことも知らなかったのと私たちに問い直しながら、きっともっと深い意味を教えてくださるはずです。ゼカリアは金の燭台、鉢、灯火皿、これらは礼拝に使う道具ですけれども、それを次々と見せられた時に、何ですか、どういうことですかと本当に次々と質問をします。そしてそれはゼカリアが知らなかったもっと奥深い神様のことへと教えてもらうことができる道となりました。神様が教えてくださった答えの一つは、神殿を再建する指導者はゼルバベルですと教えられたんです。しかしまたこういうことも教えられました。聖書の6節をお読みいたします。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。この言葉は有名な言葉で、何回も耳にしたことがあると思います。神殿再建をするリーダーはゼルバベルだ。しかし本当に神殿を再建するのは権力、あるいは、武力ではないんだよ。私の聖霊、神様の聖霊が神殿を再建するからとゼカリアは聞かされました。そして指導者となるゼルバベルにもこの言葉を伝える予定だよと言われているんですね。神殿再建はただ主の霊によってのみなされますと神様はゼカリアを通して私たちに語ってくださっています。武力、それは軍事力であり、あるいは集団的な力や経済的な力などを意味することであります。今日どの国も核を備えよう、軍隊を整えよう、もっと力をつけようと、自分たちの国を守るために、また人々の命を守るためにという大義名分のもとに、武力への勢いを増すことを本当に、しのぎを削っている時代です。あるいは権力、権力は個人的な力量、才能と言えるかと思います。人間がもっと豊かに、あるいは賢く、また英知を満たそうと、人の可能性のまたのし上がっていく向上性というものも、いつの時代もそうですが、また今も
本当に強く求められている時代です。そうすれば守れる、そうすれば立ち上げることができる。本気に私たちはそう思ってしまいがちです。しかし聖書は、神殿を再建するのはただただ主の霊だけなんだよと私たちに力強く語っていることを聞かねばなりません。私たちの祈りをこの御言葉を持って点検してみましょう。私たちはお金に困る時があります。そうしますと、必要を与えてくださいと祈ります。病気になることがあります。死を病を癒してください、健康を与えてくださいと祈ります。仕事、結婚、自分の性格、試験、学校、人間関係、能力、家庭、教会、伝道、暮らし向き、孤独、もうありとあらゆることに対して私たちは不足や問題を覚えて祈ります。助けてください、これを取り除いてください。しかし私たちは今日神様から与えられて、すべてのことは聖霊がやるんだよという言葉をもう一度受け止めるならば、私たちはただただ一つこの祈りだけでいいんではないでしょうか。聖霊をください、私に聖霊で満たしてください、聖霊によって私のすべてを導いてください、この祈り一つだけで大丈夫なんだよって言っていただいているんではないでしょうか。私たちがお金をください、健康をください、この問題を取り除いてくださいと、私たちが解決法の一手段を祈り求めなくとも、聖霊をくださいと祈ることで私たちは大丈夫だと教えられているんではないでしょうか。私たちの祈りは聖霊をくださいという祈りがどれほどなされているでしょうか。聖霊だけで私たちを満たしてくだされば大丈夫なんです。主よ、聖霊をくださいと祈る祈りが大切なのです。過ぐる聖日はペンテコステ礼拝でした。聖霊降臨の私たちは主の出来事をみんなで確認し、かつて教会は聖霊によってのみ立ち上がったことを学んだことでしょう。復活の主が弟子たちに会われた時の御言葉をご一緒に読みたいと思っています。それはヨハネの福音書20章の21-22節です。お読みいたします。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさいと復活の主はそのことを言うために弟子たちに現れてくださいました。私たちに一番大事なこと、それは聖霊を受けること、聖霊を与えられて満たされること。今日もご一緒に、まず私に聖霊をください、聖霊を満たしてくださいと祈って始めてまいりましょう。お祈りをいたします。天の神様、私たちは祈りの中でこうしてください、愛してくださいと私たちが道をあなたに指し示して、こうしてくださることをと指示するかのように祈ることが多くあったように思います。しかし今日の聖書の箇所を通して、ただ聖霊が神殿を再建するただ一つの力なんだと神様が語ってくださったように、私たちの人生が立ち上がってまっすぐに祝福されていく、そのために必要なのは聖霊であると本当に教えられます。ですから神様、どうぞ
私に今日の一日、助けられていく、立たせられていく、歩んでいく聖霊をいっぱいに満たしてくださいと、私たちは聖霊を求める祈りを今日も忘れずに、明日も毎日祈っていくことを大事な祈りとして祈らせてください。そして今日私たちに聖霊をください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。